情報は確かに。つなぐかどうかは確かに。でも、その運用の仕方からすると、もしかすると、そうなんですよ。さっきちょっと僕に連れの人と話したんですけど、目の前に団体を取り多分ね、まあ、一つはもう5つ。じゃあね、今検査やらないんですよ。それが待機にいるかどうか。そうですね。そこですよ。大型に移るか。はい。置いたりとか。ああ、そうか。なんかじゃあ、多分帰る方が多いかもしれないですね。完全に廃車ってことはないと思うんですよ。関西の方がそういう噂が出てますね。はい。うわ、ない。地元のステージは関西関東の人が東京の人の方が東京の方が上がるって言ってたら、うるさい。
はい。ああ、でもそっちの方が多分いい感じじゃないですかね。パッと大きく取れるけど。時間もくたくちゃやけど、余裕ありすぎです。ああ、うん。ちょっと側面がね、弱い気がしたんですけど、同じ場所で。やっぱサイド出せばいいですね。ああ、そういうことですね。こっちの方がちょっと前寄りになるから。ということですね。しばらくこちらに座りですか。明日までなので、明日はお休みなので、朝あの4連2本取って帰る感じですね。あれですよね、九州の方ですよね。はい、北九州です。昔の馴染みがある。あ、そうですね。筑豊線時代の方が。そうそうそう、交番検査ですよね。それでもやっぱある程度はね、さっきを見て習慣で悪くことないですからね。3ヶ月間ね、体験ね、いたしますからね。陰性かどうかはちょっとわかんない。一番は、一番変ではないところです。確実はちょっとわかんない。Thank you.